古着屋しみ。いらっしゃいませ、古着屋しみのしみです。こう見えて私、意識高い系肉体労働者です。よろしくお願いします。かくいう私が本日、お話したいのはじゃん、エプロンです。エプロン、マジネタが尽きた感ある。あー、まあいいか。エプロン、はい、ということで、今日はエプロンお話ししていきます。もうそもそもエプロンなんてみんな小学校の家庭科の時間とかしか使ってないじゃないですか。きっとエプロン一回見直してみた方がいいと思う。かっこいいから。でもマジで着るのはやめた方がいいと思うよ。で、エプロンってこれですよね。じゃあもうザクッとこいつの紹介します。ブランドはフィンクスっていうブランドです。フィンクスってストア系ブランドだったっけな。ちょっと詳しい方教えてほしいです。まあ、古着っていろいろこうジャンルがあるんだけれど、ミリタリーだとかワークだとかアウトドアとか、これはね、あのワーク系の古着です。なんかおしゃれにワーク系って言ってるけれども、現代語訳したら土方のおっさんたちが着てたような感じの洋服です。肉体労働者の人たちが着てたやつですよね。エプロン、とりあえず着てみようか。エプロン、エプロン、アプロン、エ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 プロン。これ50sぐらいなんですけれども、ポケットが全部で 1,2,3,3 つついていて、まあ、こっちは普通のポケットね。しかもいい感じにこう竹が張ってあってかっこいいんですけれども、ここの2つのポケットがこうペローンってなってます。ペローンって。これなんでこんなにペローンってなってるかっていうと、こうしゃがみ込んだりした時に物が落ちないように、ほい、このライター入れて、どんなにしゃがんでも落ちません。もうこれは雰囲気にやられて僕買いました。どういう時につけるかっていうと、なんか靴磨いたりする時とかにつけますね。一瞬それっぽくやってみましょうか。ね、それっぽくなるでしょ。ということで、こいつの主な用途は僕のテンションを上げるっていうことです。別に街に着ていくわけでもないし、なんか本当は変態です。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 さっきもお話しした通り、これ 50s なんだけれども、あのね、これデニムの生地感がいいの。50s っぽいでしょ？っぽいというか、なんか古いデニムの生地感っぽいでしょ？っていうか、話は変わるけど、年代判別してるじゃないですか。もうぶっちゃけ、見た目のなんか雰囲気とかで、僕なんかは古着を愛してやまない人たちとか、そうだと思うんだけれども、もう見ただけで雰囲気とかで、あ、これいつぐらいのだなって、だいたいわかるような気がするんですよね。皆さんも人を見て、あの人50歳ぐらい、60歳ぐらい、70歳ぐらいってなんとなくわかるじゃないですか。そんな感じ。触れてる期間がすっごい長いから、もうね、わかるの、なんとなく。これ大事ですよ。だから古着の年代判別とかで、まあ一番大事なことって、古着に対する愛だと思います。最後に全身撮ってみたいな。引きで撮ったらこんな感じです。やっぱいいな、なんかおしゃれな花屋さんみたい。まあでもこれ肉体労働者の人たちが着てたからね、もう酔いと負けだよね。母ちゃんのためならえんやこらでしょ、これ。やば。はい、ということで、エプロンのご紹介でございました。ちょっとずつ動画を出し始めて、ここまで僕の動画を見てくださった、本当に心根の優しい皆様には、もうご理解いただけてるかなと思うんですけれども、僕のチャンネル、カテゴリー的には、ファッションではないと思います。コスプレだと思います。今後ともお付き合いください。それでは、古着屋しみでした。もうこの動画が面白かったよっていう人も、見てない人も、めっちゃつまんねえし、キモいし、ブスだし死ねよっていうやつも、いるかと思いますけれども、全部ひっくるめてチャンネル登録をお願いいたします。泣いて喜びます。よろしくお願いします。